じゃあまず、NPC の会話の画面になります。会話できる NPC に近づいていくとこういう風にアイコンが出てきて、ちょっと緑の点点点が点滅している状態で、ここで今話しかけられる状態ですね。 A ボタン長押しをするとアイコンの吹き出しの部分がちょっと横にビヨンって伸びていって、それが大きくなってそのまま吹き出しになるっていうイメージの動きになってます。